かなりどのぐらいそのプロトタイプって言いますか、もうこれ大体じゃあちょっと全体のフォルム作ってっていう、大体どのぐらいかかられたんですか。あのですね、外観の大体のフォルムを作ってしまうのはそんなに時間はかかんなかったんですね。絵を描くところから始めて外観の形をある程度作り上げていくには、まあ数ヶ月から半年ぐらいですかね。そのぐらいのうちでは大体のものは作ったんですけど、ただいろんなところの合わせですとか調整、で内装部品やなんかとかそういうところの合わせに手間取りまして、まあ、我々初めての挑戦でしたから、慣れない部分もたくさんあったの で、あとはやっぱりどうしても日常的な仕事をしながら合間を見ながらやってた部分がありますので、もう述べで言うと、まあ、ほとんど手がつかなかった時期もあるんですけど、実際にですから本当にスタートしたのはもう3年ぐらい前の話になっちゃいますね。まあ、3年まるまるかかったわけでもないんですけれども、やっとここまで形にここにつけたかなというところですね。こちらにあるその黄色いのがもう本当に全体の、そうですね、これは最初に形をあの確認用で、我々の加工機で削り出したものなんですけど、こういうものを作りながらあの全体のフォルムがあの、まあ、きれいにできているかとか、はい、そういう微調整ですねをまず決めていくところからスタートしています。もうこちらはもう、まずは設計があって、で全体のフォルムを作って、はい、でこういったパーツをじゃあ今度はもう本当にもう曲げっていうんですかね、そういったものをやっていく方と大体どのぐらいスタッフの方が関わったんですか。まあ、さっきも言いましたけど通常の仕事をやりながらやってましたので、あのこれに直接関わったのはスタートはもう 2、3人みたいなイメージでしょうかね。で加工やなんかとかいろんなそれぞれの専門の人間いますから、まあ、延べで言えばやっぱりあの10人や10人にはかかってきますけれども、でもあのその3年間の間で中心でやってたのは数人のメンバーで、もう合間を縫いながら一生懸命作ったといったんでしょうかね。今回あのタツノコプロさんにはもう、はい、初めてお電話、まあ、あのじゃあこういうのをちょっとやりたいって言った時はあのそれはもうすぐ OK が出たんですか。なんか意外とですね、あの早く OK の形はいただけました。あの僕らそれに関しては非常に感謝してますし助かってまして、我々もそう今までのお客さんと全く違うあのタイプのお付き合いになりますから、業界が違いますので、どういう話ができるのか参考理由は分からなかったんですけど、仕事本音を言うと、もうはっきり言っていきなり電話をさせてもらって多分ですね、どこのどんなやつが何をやろうとしてるかって思われたんじゃないかと思うんですけれども、だからすぐお時間取ってくださって、まず相談に行かさせていただいて、で、ある程度形ができてきたものを途中見ていただきながら評価していただいたんですけど、はい、結構あの何て言うのかな、僕らと一緒になって面白がってくれたようなところがありまして、はい、あのすごくそういう意味では何て言うんでしょうかね、ものを作っていくにあたっては助かりましたし、あの協力的にやっていただけたんで、我々としては非常に逆に。そういったら失礼ですけど、面白い会社だなとかっていう感じでやらさせてもらったんですけど、もう、アルミ製ですよね、はい、ボディがアルミ製でのこのモデル化っていうのは本当にもう魔法は初めて、ミニカーっていうんですかね、これはスケールカーミニカーでしょうね、僕らモデルカーって言ってますけど、まあ、ミニカーですね、多分ですね、あの部分的なパーツでは、まあ、アルミというか真鍮なんかもあるのかな、金属でプレス加工で、はい、あのボンネットの部分だとか車のそういうものを表現しているメーカーさんはあります。ですけどこうボディのフォルム全体を本当に、はい、あの下に支えのプラスチックみたいなものほとんどなし で、はい、で全部プレスで作ってしまったというところはあの多
ないと思いますね。よくあのドイツのメーカーさんなんかでもブリキ屋なんかお得意としてるところがありまして、はい、ところがこう全体こう少しなんていうのかな、デフォルメ的にしたような形のブリキの、はい、まあ、よく言うブリキのおもちゃみたいな感じのボディのものはあったりしますけれども、こういう形で、まあ、アルミに関わらずですけど、プレスで薄い板を上げてボディっていうのは多分ないと思いますね。もうじゃあ世界でもこれ初ですね。なんか、はい、あの実写として実際の車でなんかこれをなんか再現したものはなんか前に発売はありますね。なんかあったみたいですよね。はい、あのアルミボディの車っていうのは意外と最近はありますんで、そういう意味では実写の方があるんじゃないかと思うんですけれども、インカーの中ではあの。まあ、本当のところは分かんないですけど、自分としてはこれ世界初と言ってもいいんじゃないかなとこれには思いますし、まあ、あのワンダフェスティバルみたいなものを持っていってそういう話を見に来てくださった方とよく話をするんですけど、まあ、そういう方もこれには多分ないんじゃないのという話はおっしゃってましたから、ワンダフェスティバル自体行かれてどうでした？もうあの時多分あの仕事用 の, そのジャケットといいますか、あちらを着て、あの私もちょっと個人的なちょっと趣味もあってこうやって見ていて、あこの人たちは一体何だろうと、そちらから思いがけて近づいて見てたら、マッハ号を置いてあって、であのチラシを手に取ったらなんかこれは、これはアルミボディ製で作ってますって、なんかこの人たちはなんか頭がおかしいのかと思って、そこからお声がけはしたんですけど。そうですね、僕らもああいう形で自分たちで出すことまずないですから、そうすると、で準備しながらですね、ユニフォームぐらいなきゃいけないのかなとかいろんなこと考えてますね。作業着でいいんじゃないとか、これはある意味コスプレだよねとか、そういうあれですけど、実際にはもうこの格好そのままみたいなところでやってまして。多分周りが僕らも全部コスプレだと思ったんですよ、最初は。だから逆にこういう方の方が目立つんじゃないかと目立ってましたね。違った意味でのコスプレとしていいんじゃないかっていうのは。ただあのやっぱり僕ら相当緊張もしたんですけれども、あのやっぱりああいう集まりというかワンダーフェスティバルの特徴から言うと結構こだわり持った方も多いでしょうし、はい、僕らのものがどう受け入れられるかなって結構そういう部分においては、ま、真面目腐ったと言ったら変ですけど、そういったことは本当に思ってたんですよ、はい、だから会場オープン丸の場合とか結構緊張もしてたもんね。そうですね、最初どうなることかと思いましたよね。あの、まあ、そうは言ってもやっぱり一人も来てくれなかったらどうしようとかですね、そういうことはずっと考えてたんですよ。ただおかげさまで1日いてもうほとんど人が耐えることなく見ていってくださったんで、面白かったんですよね。もう皆さんはこちらの製品を見たときにどういう感想を言ったんですか？なんかいやさっきおっしゃられた基本的にはバカじゃないのぐらいの感想が強いんじゃないかと思うんですけど、でもあの来てくださった方がやっぱり意外と詳しくてですね、やっぱこれプレスとかアルミとかですね、いろんなこと聞いていかれて、やっぱり手に持たれた時の驚きみたいなものは多かったようですね、やっぱりこういうものをあのパッとこう持った時ですね、この質感、軽さ、これはやっぱりダイキャストではないと、ましてやそのプラスチックレジンみたいなものですか、ちょっと独特な硬さでははあったとしても、やっぱりこう触った時の冷たさって言ったら変なんですけど、明らかにやっぱ金属と、これはやっぱりちょっと皆さん、なんだこれはみたいなところはみたいですね。